午後10時22時今池袋なんですけど、これから秩父に行こうと思います。今日日曜日なんですよ。で、土日はね、秩父は混むんで、さすがにこのコロナの、ご時世でもやっぱりね、道路とかは混むんで、ツーリングとかする人が結構多いんですよね。なんで今日は、日曜日っていう関係でちょっとお昼に行くのは避けました。で、まあ夜出発で、下道のんびり通って、向かおうと思います。運転お疲れ様でした。夜中にフラッシュ焚いて写真撮ってるやつがいる。走り屋がいるんだな、ここ。カードが残っています。あ、今ね、足学母の、道の駅に来ました。ここでちょっとね、休んでいくつもりだったんだけど、今秩父の、浦山ダムというところにいます。町外れにある大きなダムで、今はユスクド駐車場っていうトンネルの、ユスクドトンネルっていうちょっとね、薄気味悪い装飾が施されてる変なトンネルがあって、その隣に、無料の駐車場があるんですよ。で、今そこにいるんですけれども、時刻は、深夜2時、ちなみに駐車場は私一人で、真っ暗でむちゃくちゃ怖いです。どうしてもね、星空のタイムラプスを撮りたかったんで、道の駅とかだとカメラをね、外に置いとけないじゃないですか。まあ、ここはここで危ないんですけど、まあ人がなるべくいないようなところないかなと思ってここにたどり着いたんですけれども、残念なことにね、星はすごい綺麗なんだけど、近くに街灯があって、結構それでもね、目が慣れてくるとそこそこ明るいんですよね。だから星がちょっとね、映るのかどうか、少し心配です。あと風がむちゃくちゃ強いというわけで、もうヘトヘトなんで、なんか生配信とかしようかと思ったけど、寝ます。今日は今5時20分ぐらいかな。いや、結構明るいですね。気温は多分ね、6度ぐらいかな。結構寒いです。ただね、景色はね、めちゃくちゃいいですよ。こういう橋があってね、これ浦山ダムです。はい、でぐるっと回ると、まあ、岸になって、止めたわけですけど、まあ、ご覧のように、止めてたのは私一人で、昨日は結構めちゃくちゃ怖かったです。特にこのユスクドトンネルっていうのがあれなんですけど、結構ね、ちょっと何なんだこれっていうトンネルで、このトンネルだけなんですよ、こういうの、こういう顔になってるのがすごいんですよね。とにかく今8時ジャストです。昨日に引き続き、ちょっと眠くて口が回んないですけど、秩父の浦山ダムっていうところに来てます。浦山ダムのユスクド駐車場の無料駐車場の中です。誰もいません。
昨日来た時、まあ、夜中の2時だったんですけど、真っ暗でね、超怖かったです。風はビュービュー吹いてるし、でも、ね、風が吹いてたんで、ちょっと星空の写真を諦めかけたんですよ。なぜかっていうと、三脚を使っても三脚倒れちゃいそうな風だったんで。だけど着いてしばらくしたら風がね、なんか収まってきたんで、予定通りタイムラプスやりました。なんか話してることがダブっちゃうかもしれませんけど、昨日は本当だったら足学部の道の駅で仮眠する予定だったんですけど、ついてみたら結構ね、あのドキュンがいっぱいいて、あのもう次から次へと、平日の夜なのに、まあ平日の夜とか日曜の夜なのにこんなんなんだと思って、そのままスルーして、秩父まで入ってきてしまったんですよね。あのもちろんその賑やかなところで三脚置いたりとかってできないんで、ましてや あの 1,2 時間はそのまま置きっぱにしなきゃいけないんで、今も昨日の夜とか多分ね10度切ってたと思うんですよ。まあちょっと道の駅じゃ無理だなっていうことで、この誰もいない本当にあのダムのほとりの駐車場に来て、でまあ無事に三脚セッティングして寝ようと思ったんですけど、まあいつもの通りね、もうさすがに4月半ばだから電気毛布いらないかなと思ったんですけど、一応持ってきて本当に良くて良かったと思ってます。なぜかというとですね、もうむちゃくちゃ寒くなってきて、でもねギリギリなんですよね。普通なくてもね、寝ようと思えば寝れるような雰囲気だったんですよね。まあまた横着してね、前も似たようなことあったんですけど、電気毛布出すのがめんどくさいんで、まあめんどくさいってもそんなに1分2分ぐらいなんだけど、めんどくさいんで寝ちゃったんですよね、そのまま。そしたらだんだん冷えてきて、しんしんと、一応断熱とかしているとはいえ、これ内張り、上は一応布張ってあるけど、下は鉄なんで、そのまま後ろも耐えきれなくなって、5時ぐらいかな、5時にちょっと周りが明るくなったんで気がついて目が覚めたんで、その時に電気毛布出して二度寝しました。温まったら気持ちよく寝られて、やっぱ電気毛布最初からつけとけばね、夜中に起きたりとかなかったと思うんですけど、はい。で今日はね、この浦山ダムの周りにある廃集落を、いくつか回りたいと思います。もうねすでに去年結構回ってるんで、今回はまだ行ってないところをちょっと攻めてみたいなと。歩きで行きますか。雲の巣がねすごいんですよ。
杖を、杖が欲しいっていうのはその足場を確保するっていう意味と、そのクモの巣をね除去するっていう2つの役割がありまして、お下までずっと一応なんか道ではなさそうですけど、すごいすごい、他にも家あるんだ。いや、こんな段々のところに住むって大変ですよね。なんていうの、ホッピーかな。テレビとかそのまま落としてあるところ。あーでもなんか ミニマムな暮らしですね。台所があって、まあ、なんか掘りごたつなのかな、これ掘りごたつなのか収納なのか。除草剤がやっぱりで、奥が寝室、神棚が、見えるかな、上にこれありますね、カレンダーがかかってるんですけど、いつのカレンダーだろう。あ、でも2000年代ですね。2000年代ではないですね。ちょっとよくわからない、書いてないですね、年号が。ひどいカレンダー。濡れてもいないんで、多分最近誰かが引っ張り出したのかもしれません。なんか女トラック野郎的な感じですけど、子供と私とトレーラー、チャンプロード的な雑誌と思いきや在家仏教に生きる先祖とその供養とはとか6月号、カレンダーもなんか6月で終わってたような気がするんだけど、なんか年号が書いてないんだよね、なんか知んないけど。でも共和銀行ですからね、共和銀行、私も口座持ってたけど、30年ぐらい前の本じゃないかなこれ。ヒューマン、なんかね、エロ本でも落っこってんのかと思ったら、やっぱりね、田舎の人は真面目なんですよね。なんか宗教の本ばっかりですよ。しかもなんか全部ね、揃えたように6月号で終わってるっていうのがすごいんだよな。だから6月までそのもう多分出てく寸前まで宗教の本を読んでたんじゃないかな。あららららら、これはあのあれですよ、失礼した、後で元に戻しますね。あー、もうクソ、なんでこういう写真を置いてっちゃうんでしょうねなんかもうこれもしかしたらこの部屋じゃないかな、それはないか、さすがに。いやー、なんか
昭和49年の写真ですね。50年近く前ですね、この写真は。これなんかもっと前じゃないかな。テレビなんかそのまま残ってますね。で、上にあるのはあれ電話だと思うんですけど、やっぱ普通の電話とちょっと違うんですよね。もうダイヤルとかついてないんで、なんかちょっと別の用途だと思います。屋根もひどい状態です。一応形は保ってますけど、やっぱり山の中に住むってね、半端なことじゃないですね。大変だな。お邪魔します。これさっきの家にもあった電話ですね。謎のなんか連絡用でしょうね、おそらく。もうなんかこれ畳だと思うんですけど、多分。いやでも今回の37号シックスサマナー、私が編集してるシックスサマナー37号に出てくる、六和荘っていう、東京北区のオンボロアパートの床がまさにでもこんな感じになってましたよね。でこれあっち側に行ってみたいんですけど、もう多分ね踏んだら抜けそうな気がするんで、私の体重だとちょっと行きたいけど行きたくはないですね。でね、表彰状みたいなのがいっぱいかけてあるんですけど、日付がね昭和48年とか昭和56年のもありますね。浦山地区バス運行委員として献身的な努力をされた方みたいです、浅見さん。そう、浅見さんっていう名字がねむちゃくちゃ多いんですよ、このエリアって。みんな浅見さんなんです。ただでもそのこういうのやっぱそのままにして消えちゃうんですね。そんなに慌ただしかテレビぐらい持ってけばいいのにね。あ、でもダイアナ妃とチャールズ皇太子の写真がありますね。ひょっとしたらもうちょっと平成ぐらいまで住んでたのかもしれないです。カルピスがオシンファミリーのグラビアですよ。まあもし抜けてなかったとしたら入られ放題だと思うんで、まあ、侵入防止装置としてこういうベコベコの床っていうのもありかもしれませんね。滑る。この家もすごそうだな。皆さん、の廃墟とかね、廃墟というか廃村を見るときにはね、杖は必需品ですよ。よいしょ。なんかオレンジジュースとかも生まれて全くこの方見たことないデザインなんですよね、やっぱし。あ、こっちはトイレですね。もうボットン便所ですね。冬は大変だったでしょうね。夏は夏で大変そうだけど、荒れ果ててます。
ですね。わ、これは素敵な。大根おろしと、これ果実酒とかそういうものを作ってたと思うんですけど、あのちっちゃい柄杓が。誰かいますかとか言って。殺人アリとかいそう。よいしょ。洗濯機もあるし、テレビもあるし、普通に山の中ってだけでそんなに下界と変わらないですよ。今なんか動物が横切っていきました。私の尻尾だけ見えました。あ、もうちゃんとぶち破られてます。1996年ですよ。平成8年よ。ちょっと待って。読売新聞とか朝日新聞じゃなくて厚生新聞っていうところが渋いな。立正厚生会か。宗教なんかもう集落ぐるみで信者だったのかな。さっきの家のなんか雑誌もおかしかったですよね。普通じゃなかったもんね。いやもうさすがにここに入らないけど。そっか、そういうことか。厚生新聞。上にいっぱいあるよ。これは痩せるわ。ここに住んでたらダイエットとか いらないでしょうね。あ、2階建ての家がありますよ。糞が、あ、だから鹿が入ってなんか踏み荒らしてるのかもしれないですね、床とか。やっぱり三ツ矢サイダーとか飲みたくなるよね、ここまで来たら。ケース抱えてここまで持ってくるのも大変でしょうね。あ、ここは綺麗だ。ステレオ。あ、畳も綺麗だな。でも天井は腐ってますね、これ。年季が入ってるな。さすがにレコード版は見当たりませんね。これどこのメーカーなんだろう。で、奥がトイレになっていて、2階が近いな。このね、階段は多分ね、大丈夫そうです。うん、大丈夫多分ね。あ、ちょっとギリギリって感じかな。あ、もう一段だけ上がらせていただきます。よいしょ。あ、もうなんか2階はすっからかんですね。
逆に1階にテレビが置きっぱなのがすごいと思うけど、まあでも平成8年とかにもし出てたとしたら平成8年まであのテレビを使ってたってことですよね。それはないよな、やっぱりさすがに平成8年までこのテレビを使ってたとしたらもう捨てていくでしょうね、もちろん。これ大丈夫か、高所恐怖症なんで行きはいいとして帰りが怖い。あ、綺麗だこれは。もうなんか2階に行く階段がネパールみたいな階段ですよね。相当綺麗だ。ああ相当綺麗。また誰かがアルバムを広げて。素晴らしい。綺麗ですね。てか広いね。廃墟とかにね必ず貼っつけてあるシールがあって、なんかスキー場のシールなんだけど、ここにもあるのかな。出た。これですよ。スカイポート。白根高原リゾート。これがね、どこにでもあったのよ。廃墟巡りしてると。もうスーパー暇人ですよね、この人も。生活感。でも畳はもうボロボロですね。もう江戸時代みたいな壁ですもんね。いやー、この栗山集落はむちゃくちゃ広いです。家ももう今この時点で7軒ぐらい見てますね。まだ多分あると思いますけど、この辺で失礼したいと思います。お邪魔しました。